こんにちは、開封戦隊紹介者 JP です。今回は仮面ライダーの食玩をご紹介します。66アクション仮面ライダーです。新しいシリーズの食玩ですね。ラインナップは仮面ライダーガイムのオレンジアームズ、仮面ライダーオーズのタトバコンボ、仮面ライダーディケイド、そして最後は仮面ライダーの新1号、以上の全4種類です。66というのは全長が約66mm、そこから来てるみたいです。このサイズでなんと全身14箇所稼働するみたいです。これは期待できそうですね。こんな感じでライダーキックも再現可能みたいですね。これが驚いたんですけど、手首の替えパーツがなんとついてくるんですね。とても食玩とは思えない付属品ですね。あと1号以外は武器はついてるみたいです。ただガイムは無双セーバーのみで大丸はないんですね。では早速まずはガイムから開封していきましょう。いや、かなり期待しているんで楽しみですね。では開けます。おい、お、なかなかいいんじゃないですかね。こんな感じで入ってました。無双セーバー頭部本体と替えパーツを含む手首が4つ、左右2つずつですね。あとこれは台座ですかね。足にはまるような形をした台座みたいのがついてます。お、パッと見は良さそうですけど、まあ、どうなんですかね。ではまず組み立ててみましょう。頭をつけて、よいしょ、腕ですね、ランナーから切り離します。あ、これは結構柔らかい素材になってますね。まずは穴の開いてないグーの手をつけますね。ゆるゆるではないですね。意外ときつめですね。この穴は何ですかね。説明し、あー、なるほど。この台座の左右に開いた穴、使わない残った腕をこんな感じでセットできるんですね。これは嬉しい。すごいな、親切ですね。でこのように台座にセットしてもよしと。これはこれで手首を置く用の台として、こっちはこっちでポーズをつけてもいいんですね。素晴らしい。ちゃんと無双セーバーも取り付けられますね。おお。ということで仮面ライダーガイムのオレンジアームズ完成しました。見た感じ質感はとってもいいですね。目もクリアパーツが使われてますね。オレンジアームズの復眼がバッチリ再現できてます。独特のガイムの模様とかは、省かれてますけど、あ、でもそうですね、このサイズで稼働できるフィギュアとしてはまあ目は潰れるぐらいの塗装の省略具合ですね。で可動範囲ですけど、確かにいろんなところ動きますね。まずは頭は、左右と上下にも行きますね。これぐらいです。腕は、まず肩から、ここもボールジョイントなので自由度は高いです。一周動きますね。こんな感じです。肘はここからここまでピンと張った状態からこの辺まで稼働します。さらに先ほどつけた手首は刺さってるだけなので一周一応稼働はします。腰ですね。腰も、こんな感じ。一応ここまでこの辺で干渉しますね。あとは、上下若干動きます。続いて足の付け根はここから反対はここまで、さらに膝はまっすぐ伸びた状態から結構いきますね。しかもさらに足首も、上下にもかなり広く動きますし、360度曲げちゃいけない方向にも曲がります。手首を交換して無双セーバーを装備してみました。無双セーバーはかなりきつめに刺さりますね。こんなにここを持っても外れないぐらいしっかりしてます。でポーズを取ろうと思ったんですけど開かないんですね。これがちょっと残念かな。あの腰を低くした体勢で剣を構えるっていうポーズが僕は好きなんですけど、これ以上足が開かない。あ、これだ。この後で比較しようと思っていたこのアドバンスのこういう足のポーズもちょっと取りたかったんですけど、まあ、それは無理でした。まあ、それでも思ったよりは動くので、いろんなポーズ取って遊ぶことはできそうですね。
ちなみに台座を使わなくても自立することは、十分可能でした。あと今気づいたんですけど、この腕なんですけど肩は前後にもちょっと可動しますね。ちなみにお約束の、以前の食玩の桜ハリケーンを、乗せることも一応できました。ただサイズはちょっと桜ハリケーンの方がちっちゃいかな。デフォルメのガイムの可動フィギュアを集めてみました。まずはライダーアドバンス、ガシャポンのライダーアドバンスですね。そしてこれは食玩のザ・仮面ライダーのガイムで、あとはこちらですね。これまだ未開封なんですけど、たまたま1260円で、売ってた RD のガイム。あ、これちょっと気になってたんで今開けます。ちなみに初 RD ですね。重っ。すげー、これ感動だな。あとでゆっくりこれ遊ぶとして、 RD のガイム、はい、サイズで並べると、こんな感じですね。 RD よりは、だいぶ小さいですが、ザ・仮面ライダーズよりは、背は高い、まあ、ただこっちの方が横にボリュームはありますからね。こっちのデフォルメに比べると、随分とスッキリした感じです、まあ、一番小さいのはアドバンス、まあ、ただ大大丸が付属しているのはこいつだけなんですね。さすがにこれと比較しちゃうと、負けちゃいますけど、まあ、このサイズだと、まあ、コレクションもしやすいし、何より値段が安いのが一番の魅力だと思います。なんか締めみたいになっちゃったので、まあ、そうですね、新シリーズということで今回は一番仮面ライダーガイムのレビューと、他シリーズとの比較という動画にしたいと思います。結論として、まあ、仮面ライダーガイムしかまだ開けてないですけど、そうですね、個人的にはかなり魅力的な、新シリーズだと思いました。以上、新シリーズ66アクション仮面ライダー一番の仮面ライダーガイムオレンジアームズをご紹介しました。